一番こうエポックメイキングっていうかこうになるバンドとか、あの相手、音楽相手って何かいらっしゃいますか？音楽だとやっぱりキリンかな。キリン、であとあの和美さんのですか？はいはい、あそこから日本のいわゆるインストルメンタルのが変えましたからね、はいはい、その前はやっぱり俺たちは J-POP を変えたから。そうですね、あの赤い鳥とかあの辺からですから、ね、赤い鳥は関係ないです。あれは大森健とやりたかったんだけど、はいはい、最初の挨拶で、お前らいちいち俺なんか言って、俺は大森健太に来たんだから、なんかぶっ飛ばすところって、それが最初の挨拶でしたよ、長生きな。大森さんって特別な存在だったんですか？まあ、もう、やっぱり。もう親以上です。まあ、なんというか、伸びやかなソロが僕も好きで聴いてましたけど。ああ、もうガラスみたいなやつだったし、ガラス使いましたよ。でも本当にもう、ああいうやつはもう、俺の前では例えば今チャボって言ったとよくデートやるけど、はい、まあ、チャボにとっては清志郎みたいな、はい、そうですね、すごい近しいも感じですよ。あ、ね、あ、まあ、ジャンルは違いますけどね、うん、あのミュージシャンとして同じような匂いも、うん、でも今チャボとデートやっててすごい面白いですからね。チャボと二人でやるんですか？もうデュオ多いんですよ。あ、面白いですね。ミナコとデュオ、チャボはじゃあ弾いて歌うみたいな。そうです。ですか。でもミナコとか香西かおりとか、あと、はい、フライドパンシオとか、はい、歌だけで、で、うん、やるデュオもすごい面白いし、デュエットがやっぱり今一番面白いかな。あ、そうですか。でもやっぱり歌のそのユーミンからあの辺から始まって、日本の J-POP の基盤を作ったっていうのはもう自負してますよね。で、あとそのキリンに在籍して、まあ、その間に松岡奈良さんとかいっぱいあるんだけど、はい、で、あとはもうやっぱり山下さんと知り合ったのが一番多かったね。僕日本のジャズ大嫌いだったから。あ、日本でね、山下さんの知り合うまでもう、まあ、ニューヨークなんかではね、やってて、なんか日本とこちら勘違いしてると思ったから、で、切ったね、ジーパンと T シャツで、トロンボー吹いてるやつとかも、なんだこいつらとか思ってて。キリンのところから、じゃもう一気に山下さんのところにこう、いやいや、行ってるんですかね。いやいや、偶然山下さんのすごいオファーがあって、で、僕、興味なかったんですよ。山下さん。じゃあ、あの山下さんも。で、もう2ヶ月半ぐらいから毎日オファーもらって、うん、最初おちょくりですよ、まあ、こんだけ言うんだったら山下洋介どういうやつかちょっと言ってやろうで。そしたらね、新宿、昔の新宿っていうのは、はい、こうずらー並んでるんだけど、ね、わざわざ上までね、山下出てきてくれる、手握ってね、よく来てくれた。その俺、今までこんだけ人間付き合ってて、初対面でその人の価値観が180度以上変わったって言うと、山下がまあ一人しかいないんですよ。なんか感じたんですね。それから今度はもう他の人間関係ですよ。山下さんのおかげで、まあいろんな人、僕最後の人かもしれないけど。山下さんも広そうですよね。いや、もうむちゃくちゃですよ。もうあれなんて今の俺ないですよね。あ、